本日はご対応のところお時間をいただきましてありがとうございます。本日は令和4年度重要無形文化財伝承者事業、技を伝えるウェブサイトの創設にあたりまして、重要無形文化財保持者の室瀬和美先生からお話を伺いたいと存じます。先生は漆芸家に志されたその一つの大きな理由があろうかと思うんですが、そのあたりからまずお聞かせいただけますでしょうか。ダイレクトには当然ですけど、父親がやはりこういう漆芸を通した作家の活動をしてたっていうことが一番大きいポイントではありますね。結果的に日常、子どもの時からやはり父親の仕事場が遊び場のようなものだったし、そういうことに対して父親はずっとその仕事場の空間を受け入れてくれたっていうのが大きかったなっていう気がしますね。ただやはりこれを職業とするっていうのが高校16歳17歳ぐらいで、選択していかなきゃいけないきっかけだったんですけど、見事に生活としては食べていけない職業っていうのはもう当時から目に見えてたので、これを職業としていいのかどうかっていうのはすごく迷いましたし、当時いろいろ学校の進路指導の先生とかいろいろ聞いても、これからもコンピューターだとか新しい世界に入っていくから、もう日本の伝統工芸なんていうのはもう10年もしたら消えてなくなるよ、そんなものを選んだってしょうがないって散々言われたし、言われれば言われるほどだんだん、じゃあ消えていくなら最後はどういう姿で消えていくのか見届けたくなって、それでこう自分でじゃあもう逆にへそ曲がりじゃないですけども、じゃあもう選んでみようかっていう、それが逆説的に17歳ぐらいで進路として選んだ最大のポイントかもしれないですね。でそれから父親に初めて相談して、歴史も学ばなきゃいけないし、デザインも学ばなきゃいけないし、他の芸術はどういうものかも知るべきっていうことで勧められたのが芸大ですね。で当時漆を専門に教わるところは東京芸術大学しかなかったもので、もうそこしか受験するしかないだろうっていうことで、で一念発起して基本からやったっていうのが、ここに現代に至ったきっかけなんですけどね。やはりお父様の後ろ姿を多分ご覧になられて、お父様のその交流されている世界とか、何か今以外にももっと大きなこう魅力を感じたものがあるんではないのかなと想像してるんですが、そのあたりはいかがでしょうか。素材の面白さっていうのはやっぱり子供頃にもすごく感じて、やはり父親が定番っていう作業台の上で漆をこう出して、触ってると本当にいろんな虫とか蜂とか来るんですよね。ではこういう漆ってこんな自然の虫が好きな素材なのかなとか、どうしてこんな樹液がこんな塊になるのかとか、こんな装飾ができるのかとか、たった木の汁がどうしてこんな綺麗になるんだろうとか、そう子供の頃にはもうすごく不思議な不思議な液体だったっていうことが今でも記憶に残ってますね。そうしますとやはりその漆の素材の魅力に取りつかれたというか、ありますね。ものすごく不思議な素材だったっていう、もう まさに漆にかぶれるそういうことですね。はい、でこう漆風呂っていうね、戸棚の中こう湿度を上げて示してそこに入れるんですけど、それも別に理由がわからないし、なんでこんなとこ入れるのかなって、戸を開ければちょうど子供が中に入って遊ぶ空間にはぴったりなんだけど、毎朝父親が作品を出してきてそこを示して、で霧吹きかけて拭いてっていう作業が、子供の頃にもやっぱりそれはもう遊んでるのか仕事してるのか分かんないような、そういう不思議な空間での不思議な作業、不思議な塗料っていう、この不思議さが一番私なんかは引きつけられたところですね。素材というのは単なる物質ではないと思うんですね。でこの素材と本来本質的に日本の伝統工芸家
は、うん、まあ、どのように向き合うべきかというあたりを大変そうですね。ただいや本当に向き合うってすごく大事なことで、うん、やっぱり自然で欠かすことができない、うん、人工物の中だけではなかなか自分の感性も含めて育たない、うん、まあ、そういう意味ではやっぱり自然の素材っていうのはやはり一番私たちの精神にもやっぱり物理的にもいい影響を与えてくれてる。で特に例えば材木一つとっても水分がものすごく、人間もそうですけど物質の中には自然のものっていうのはほとんど水分というものが含まれてて、でその水分が多いほどやはり豊かな形態をあるいは成長を進めていけるわけなんだけども、やはり器物にしていくとやはりそこからまた水分をいかに抜いていくかっていう、その水分が入ったり抜けたりすることによってだんだんその器物が安定していく。でこれは人間の一つの知恵として、時間をかけながらやはり自然に生えているものから日常私たちが使う器物に変換していく、まあ、金属でもああいうふうにいろんな種類の素材をいかに抽出しながら表現の美しさとか強さとか、金属の色も含めてやはりそういう形で自然と付き合ってきてるわけですよね。だからそこに自分たちの感性をどう入れていくかっていうことは、その自然の素材の特色をやはり自分たちでしっかりと咀嚼していかないと、自然っていう素材を使いこなすまでレベルが上がっていかない。だからここの素材との対話っていうのがイコール技術につながっていくというふうに思うんですね。これはもう数字では出せない。例えば木でいけば、もう水分の少ない季節に切らなければ木そのものが腐ってしまうんだよねっていうことを知ってなきゃいけないし、やはり100年で成長した木と200年まで育った木では何が違うのかっていう、その自然の木目がどう徐々に成長が遅くなっていくわけで、成長が遅くなるとそれは安定した素材になるんだとか、そういうものは先人からも聞かなきゃいけないけど、その素材そのものから学んでいかなきゃいけない。少なくとも日本伝統工芸店の場合は、うん、まあ、自然素材のものを使うべきというか、まあ、推奨されるべきというふうに考えておりますが、この辺はいかがでしょう。あまり管理にも押し付けになりますでしょうか。そうですね、何が何でもっていうことはないと思います、うんうん、全て自然がいいというものじゃなくて、それはでも歴史がきちっと淘汰してくれてまして、やはり今昔はこれは使ってたけど今はやはり害があるので使えませんよねっていう、そういう自然の素材もあるわけで、じゃあどうすれば代替のものが生まれるか、それも一つの知恵だと私は思うので、やはりそのあたりの物質のやはり、なんていうのかな、体験によって変化していく、これはもう仕方ないことだと思うんです。まあ、今先生から技術と素材についてのお話をいただきました、うん、まあ、その技術と素材を踏まえまして、うん、先生がお考えになるその伝統とは何でしょうかと、うん、またその伝統はなぜ継承していかなければいけないのかということについてお聞かせいただければと思います。千年超えた日本の工芸文化っていうのは日本だけじゃなくて世界に対しても財産だと私は思ってるんですね。やはりその自然に対する価値観ですとか、そういう技術もそうですけども形のないものだけど、その思いというのもやはり形にないもの、その自然に対する価値観とか素材を大事にしていく、その素材をまた継続してずっと使っていけるように、今はまあサスティナビリティだとか SDGs とかありますけども、そういうことを私たちは体験を通してやってきたんだっていう、こういうことを伝えることが
本来の日本の伝統なんじゃないかなっていう気がするんですね。ただ形を残していくことだけが伝統だとは思ってなくて、その目に見えない価値観をずっと伝えてきたからこそ、今世界の人たちが必要だなっていうことを工芸で示せていける。だこれが私は伝統の大事さで、その結果生まれた技術を一つ一つ次に残していくのは、まあ、これは私は伝統じゃなくて伝承だというふうに思ってるんですけども、英語に直せば両方ともトラディションかもしれないですけども、やはり伝統っていうのはその価値観っていう形のないものを伝えていく。だから私は伝統っていうそういうものを守るっていう言葉ではなくて、伝統っていうのは作るんだっていう創作の層ですよね。これをモットーとしてるんですけども、伝統を作ることによって200年300年経ってこれが振り返った時に、やはり令和なら令和の伝統として評価される。だから伝統は決して守ることじゃなくて作っていくことだ、結果が伝統になっていくんだっていうね、こういうことを次の世代の人たちにも伝えていきたいなと思ってますね。目に見えない文化財の、まあ、技術継承というんでしょうか、全て含めて、はい、まあ、こういったこともやはり増田先生の大きなこう精神性の中にきっとあったんだろうというふうには、うん、思うんですが、思いますね。増田先生も、まあ、戦前からずっと活動されて、やはり江戸明治まで続いてきたものじゃないものに相当チャレンジしてますよね。今当たり前であるような蒔絵の万年筆もそうですけど、万年筆に蒔絵するなんて当時誰もやらなかったことですよね。それを、まあ、松田先生が試して海外に発信して、今ではもう蒔絵の万年筆っていうのはもう海外に当たり前のように出てますけども、そういうふうにその時代その時代に同じ技を通してでも、やはりその時代に合ったものにチャレンジしていく。伝統工芸って器ばっかりっていうイメージもあるけど、器、生活の中の器っていうのも当たり前で大事なんだけども、やはり公共的な壁面っていうのもその中にその技を通して入れていくっていう、こういうふうに表現っていうのは制限がないんだよと、だけど素材を大事にし技を大事にしていくっていう形のないものを常につなげていくことが伝統なんだというのを、やはり体験上実践して我々に伝えてくれたっていうことがすごく大きい気がしますね。まあ、本日のテーマは、まあ、技を伝えるということですが、その技というもう伝えるという中にですね、今先生おっしゃったように、その自然との向き合い方とか、目に見えない技術を、まあ、伝えていくとか、そこになんか日本文化の本質があるような気がいたしまして、それがやはり一番多く持っているのが、まあ、伝統工芸の、はい、まあ、精神であり技であり、ここになんか技を伝える、まあ、意味があるような気がいたしますんですが、そのあたりの考えを。そうですね、おそらく今科学が発達してきた段階の、まあ、時代になると、やはり新しい素材も次から次と出てきますよね。でもそういう、例えば接着剤一つとっても、合成の接着剤で今ものすごく強いものが開発されてます。漆とかにかわだと少なくとも800年とか1000年は長持ちしますねっていう、もう実際に保証されている素材なわけですよ。でも今開発されたものが、50年先はわからない、そういった冒険はやっぱり作業の中ではあまりしたくないなって、これは私が思うことですけどね。そういう形でやはり先人が試して失敗もし成功もし、その成功したものを今伝えていく、なるほど、こういうやはり学び方、これが最初に言った歴史上っていうところの価値観でもあるのかなっていう気がしますね。そういったところに、まあ、技を伝える、はい、大きな、まあ、価値があると、すごく重要だと思います、はい、ありがとうございます、で、まあ、最後の質問でございます、やはり次の世代次世代、まあ、
若い人たちへの、まあ、メッセージとしてですね、うん、次世代に何を伝えて、うん、何を継承してほしいかと、うん、いうことをぜひあのメッセージをいただければと思います。そうですね、一番難しいところですね。あの次世代に伝えたいことっていうのは、まあ、今までお話してきましたけど、やはりそのあたり の自然に対する思いとか、やはりその自然から享受したものをできるだけその個性を生かしながらものを作っていくか、でそれと同時に少なくとも生活の中にね、あの使ってき、た歴史、これが私は工芸の歴史だと思うんで、それがまあ日常であることも、あるいは特殊なあのお正月に一回の時もあるし、あの本当に一生に一回、あるいは使うというスタイルを持っていながら一度も使わずに神様に奉納するというような、いろんな使い方があると思うんですけど、少なくとも私たちがその生活空間の中でやはり使うという前提で作ってきた1300年の歴史だと私は思うので、ここを次世代の人たちには伝えていきたいなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。うん、この工芸の作品というのは、うん、まあ、工芸家というのは人のために、まあ、作るんだと、はいはい、むしろその人の幸せを持って作る、これはまああの先生はじめ、今井門先生もそうですし、うん、他の先生皆さん、あの森口邦子先生も、はい、これ来た人がまあ美しく幸せになってほしいと、うん、まあ、そんな願いで着物を作ってますと、うん、まあ、ここがなんかすごく日本のですね、うん、工芸文化の特色で、まあ、いわゆる人を思いやる、はい、その上にできている文化っていうのはなんか大変素晴らしい文化で、はい、でも世界平和で、うん、本当にあの争わない、はい、人と争わない、うん、美しい、私はあの文化、日本工芸の特色だと思ってるんです。そうですね、このあたりはいかがでございましょうか。いや、もう本当に内田先生に言われる通りで、やはりこう自己主張のアートっていうのは、やはり19世紀20世紀やはりそれが主流になってきたことは私もあの認めますし、そこの中で素晴らしいものも出てきたこともありますけども、やはりそこ の, あのこれまでにないものを、新しいクリエイティビティの高いものを作り続けてきたっていうところに一つも限界が来たんじゃないかなっていう気がしてまして、そういう意味ではものづくりの原点っていうのは、やはり人間が使う、人間がそれを見て心豊かにしていく、でそういうところにもう一度戻る、まあ、いわゆる原点を見直す、これが日本から発信できる重要なメッセージのような気がするんですよね。だからそういうことをやはり今の若い世代の方たちがあのその価値観を持ちながらどういうものを作っていけるか、やはりそういう長い長いこうなんていうかな、時代を超えられるものを作っていく、今だけがいいんじゃない、過去がいいんじゃない、未来がいいんじゃない、やっぱり過去から私たちの時代、そして次の世代って、やはりこれがつなげていけること、その価値観をつなげていけることが今私はあの目指してますし、次の世代の人たちもそれを引き継ぎながら新しい感覚でものを作っていってほしいなっていう、もうこれが一番あの次の世代の人たちに伝えたいことですね。ただただあのいいものを作ったら黙って置いとけばいいんだっていうんじゃなくて、それをその作ったものを通して、やはり作り手と使い手がコミュニケーションできるような、そういう世の中になってほしいなっていう気がしますね。これも伝統工芸の大きな魅力の一つですよね、はい、いわゆる作品を通して、はい、あの使い手と、うん、まあ、作者が交換していく、うん、まあ、これを作った人はどんな人なんだろうとか、はい、作ってる方はこの人が、うん、これで楽しんでいただけると思って、うん、なんかすごく嬉しい楽しい、まあ、美術ですよね。そうですね、だからそういうのを簡単便利っていうことではなくて、少しぐらい面倒くさくても、やはりそのことによって心が豊かになっていくんだよっていうことを伝えていけたら、
自分たちがやってきたことが意義が意味のあることなのかなっていう気がしますけどね。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。これでインタビューを終了させていただきます。